ました、前の札幌市長をやっております上田文夫といいます。戦争させない北海道を作る会、市民の会を立ち上げまして、2つの政党、3つの政党、4つの野党が統一候補を立てて、安保法制何としても廃止をする、立憲主義を守り抜く、そういう政治を行う政治家を国会に送ろう、そんな思いで戦いを進め、ようやく2月11日池田真紀を候補として擁立することができました。本当にこれは市民の力です。市民が政党にしっかりと申し込み、そして説得をし、市民の熱、今どんな危機を私たちは感じているのか、そのことを伝え切る、そのことで実現できた、こんなふうに思っております。ここに今で一見暴落の皆さん方、あるいは専任者の皆様方、本当に戦い、すさまじい戦いをこの国会周辺で展開されていることを心から敬意を表したい、このように思います。あと4日後、4月24日、北海道第5区の選挙、投票、そして開票でございます。残された期間、私たちは全力を挙げて、この勝利のために、そしてこの勝利が市民の勝利であり、そしてその市民の力が全国に波及をし、そして野党統一候補、立憲主義、これを守りきる、約束を守る政治家、それを育てることに役に立つ運動に発展することを心から伝えたい、このように思います。どうか多くの皆さん、私たちの願いが叶うので、しっかりと手を緩めることなく、北海道に声援を、全国に声援を、多くの仲間を作ることを、ぜひともお願いを申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。